株式会社名工商会は、東京都中央区八丁堀に本社を置く、日本の事務機器メーカーである。1956年創業。コーポレートメッセージは、国家秘密から心の秘密まで。創業者の高木玲二が1956年に東京で創業。海外で販売されていた製品にヒントを得て、1960年には日本初のシュレッダーを開発。 その際に製麺機のようだと呟いた高木の言葉が伝聞されて生きうとんの製麺機にヒントを得て開発をしたように言われる。発売当初は情報保護の重要性が十分認知されておらず思うように売れなかったが1962年に公開され産業スパイを描いた映画黒の思想者の公開以後徐々に売り上げが拡大していく。 1980年代後半には自社のラミネーターパウチッコのテレビ CM を頻繁に流しパウチッコという製品名がラミネーター及びラミネート加工全般を指す一般名詞と化すほどまでに有名になった日本におけるシュレッダーでのトップシェアを誇るとともに機密文書などを自動的に裁断処分する MS シュレッダーの製造販売で 情報管理企業としての採用手に一致することで知られる。またラミネートシールに使うパウチっ子 MS パウチや封筒を自動的に開封する MS レタペットなど企業向けの文房具品の製造、販売並びに近年では金融機関や病院などの受付自動案内システム MS ボイスコールの製造販売も手掛けている。またシュレッダー採用手ということもあり。 環境問題にも、率先的に取り組み、MS リサイクルシステム、MS リサイクルシュレッダーや、大型シュレッダーの製造、販売などに取り組んでいる。1990年代には、情報漏洩防止に対する意識の高まりを背景に、して、家庭用のシュレッダーを発売している。ありがとうございます。